湧いてますね。セミオート本体はすごい出るな。え、出た、ヒューズ、マジで。前回あれだけ出ねえ出ねえって言ってたのに。これは青のキーカードチャンス。え、また出たんだけど。そうで、アップデートでヒューズが重なるようになりました。5つまでいけるんだったかな。もうちょっとで夕方になるね。それまでに青のキーカード取って夜に拠点に戻る。とりあえず体力マックスにしたいな。さあ回られてるかどうか。うわ、でも点火されてんだよな。わかんねえ。箱あったような気がした。あるわ。よし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 、ヒューズ戻ってきたし、2個空きだし。オッケー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 。誰か来た誰か来た。ヒューズはくれてやる。撃つな。戦うつもりはねえ。危ねえ。10秒ぐらい遅かったらやられてたわ。この辺でキノコかジャガイモあれば。何の音？なんか叩いてる。よしよし、キノコ食べていこう。早く夜来てくれ。いって、やべ。おい、なんか人いるんだが。こっち向かってきてるし。おーし、無事セーフゾーンに戻ってこれた。しかもなんだかんだスクラップ集まってるっていうね。拠点にあんまりヒューズもなかったんで、持って帰ってこれたのでかいですね。分解しましょう。戦ってるな。この銃声なんか自分の拠点の周りのような気がする。よし、木の拠点。あれ、あんなあったっけ。で、人いるね。帰れんぞこれ。無事帰宅。こんなんなかったよな。トレインヤードやってきたけど全然箱湧いてねえ。湧いたか。球体の方ねえっすね。湧いてねえか。わら箱。でもこんだけトレインヤード静かだったら青のキーカード持ってこればよかった。湧いてないっすね。一箱だけか。言ってわら箱から欲しいものってないんだよな。冷蔵庫、ヒューズ、馬がいる。しかも結構スタミナあるね。パチられるかな。ちょ、ここに馬止めといて。ロケットレイド。え？うわ、めっちゃ外壁で囲ってるやん。撃たれてる人がいる。
輸送機に撃たれたとしても体力減らねえからな。もう一回撃ってくれ、場所を知らせてくれ。俺が撃たれてんだが、なんかヒューズ結構出るな。わら箱を開けてるからガレージとは出てほしいんだけど、アップデでわら箱から出なくなりましたとかじゃないよな。この辺漁られてないの、道沿い。あの拠点風化してる？え、タレットとかあるんだけど。さすがに入ってねえか。どっかタンスねえかな。さすがにアイテム入ってない。ん？これぶち壊したらなんか入ってんじゃない。誰か来た。二人組だ。さすがに来るよな。これでも持って帰りて。え？コンピューターステーションより始めた。去ってった。俺思いっきり足音鳴らしてた。でも何も入ってないっていうオチかも。何も入ってねえってオチだ。帰りの道脇直ししてる。ちょっと暗いけど。え、気球飛んでる。分解していきましょうか。分解終わってスクラップ238、結構溜まったな。暗いけど無事帰宅。今拠点にスクラップが659あって、ガレージドアがここなんですよね。ロングソードのレシピとかいらないけどな。まあでもこの辺は欲しいんで、ここは解放して損はない。で、廃材のアイスピックも、廃材の斧も、まあ使わなくもないけど、いらないな。ここがスクラップ125なんですよね。なんで、スクラップ250、615？ いや、515か。スクラップ515あれば、一応ガレージドアまで解放できると。まあちょっとね、ここら辺のスクラップもったいない気がするけど、解放しちゃいましょうか。ではロングソードからアンロックしていきます。うい。廃材の斧。うい。アイスピック。水平方向の銃眼。垂直方向の銃眼。え？何？これ防弾ガラスから名前変わった？強化ガラスの、なんだこれ。覚えましょう。で、ガレージドア。来ました。まあ、ちょっとスクラップもったいない感はあるけどね。まあでも、OK ショップ建てて、ガレージドア販売しまくって、スクラップ元取ろうか。で、まあ、ここまで覚えたからって言ってな。別にこっち行きたいわけでもないし。あ、でもこのまま降りていけば、あれか。石の外壁用ゲートだったり、石の外壁までは行けるってことか。でも相当スクラップ消費しちゃうから、まあテックツリー今後は使わなさそうだけど。早速2枚分クラフト。レベル2のアイテムになったけど、コストは変わってないですね。ここの両開きをガレージドアに付け替えましょうか。そしてここにもガレージドアをつける。よし。これで拠点固くなったな。